Hey, what's up? 英会話スクール、English p a パートナーズのレイニーです。ネイティブが使わないアルバイトえ。アルバイトというと横文字だし、これって英語じゃないのと思いきや実は和製英語なんですよね。英語では何というかというと、part-time job と言います。その他 temporary worker という言葉もあります。ちな,ちなみに temporary というのは、一時のという意味があるんですよね。まあ とはいえ、あの、パートと言ったりもしますからね。はい、part-time job。ぜひ覚えてください。えー、何かいいアルバイト知らない ?do you know any good part-time jobs? というふうに使えます。ネイティブが使わないアルバイト。英語では part-time job でした。会いに行く英会話スクール englishpartners で検索、オンラインレッスンも始めました。